我。Oi. Oi. Eh? Mm-hmm.
じゃ。
お前いつからそこに。いい女だな、趣味のいいガキだ。あ、悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。そうか。旦那、旦那じゃないですか。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやー、お久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああ、そうだ。俺の事件を追ってて。一気に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前、サイの河原に入ってボス、そして情報屋としての自分が足元にも、それで姿を隠してボスの部下として働こう。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、わかる。それじゃあまた。
おい。はい。大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら誰だこの男。こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男を作りやがった。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん。
余計なことしちまったか。俺はてっきり。覚悟はできてるか。ちょっと、純ちゃん。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うおせい。まいったか。にいでででででで。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いって、いでよ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお仕置きしないと。何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫ね。どういうこと。まあ、カップルんだ。一緒に警察に行きましょう。はあ？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまり、どういうことなんだ。あの男がデビローとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩。そうなのか。はい、すみません。この顔のでかい男が急に入ってやっつけちまった。そうです。なる。もういいか。すみませんでした。いや、もう。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく。さあ。すまなかった。すごい技だったな。では篠原さん、最近は物騒ですから。篠原、なんで名前を。あんた現役はもう引退してまして。それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちに、さっき、本当にご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。そうだったのか。メールだ。本当ですか？よろしく。はい。
うわぁ何ははいらっしゃいませ。はい。またまた。え？よろしく。はい。またまた。何？ああ。はい。キリュウさん。今お時間あります？もうじき俺の彼女の舞台があるんですけど、よかったら見に来ません？彼女が舞台に？ええ、そうなんです。絶対に桐生さんも楽しめると。ほう。場所はピンク通りになります。店の。よろしくお願いします。おい、申し訳ない。Yeah. Good. Haha. Yeah. 何？ええ。
ますか？ああ、
お何？え？は？何？なあ、あ、うん、
ああ、虫の居所が悪いんでな。目障り。いらっしゃいませ。すい
いらっしゃいませ。いいな。ありがとうございました。よう、ユウヤ。そうなんですよ。来てもらえて嬉しいです。実はここで俺の女がこれから踊るんですよ。ミユって言うんですけどね。よかったら一緒にどうです？もちろんご招待です。ユウヤの女が出る舞台ってのは昭和たまにはいいかもな。でしょでしょ、人間息抜きも必要ですからね。ではご案内します。もう踊り始まってますよ。早く行きましょう。
今踊ってた彼女、ミユって言うんです。今度機会があったらゆっくり紹介しますよ。あれでなかなか人気なんですよ。ほう、そう。俺も最初はただのファンだったんですけどね。まあ、いろいろあって。あ、もう次の子の始まります。今日が初舞台の新人ら。続きまして、白鳥うららの登場です。皆様、舞台に上がりましたら、温かい拍手で。狙いは俺だな。ユウヤ、大丈夫？ああ、なんとか。お前は？うん、こっちは何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前は。うわっ、ミユ、ユウヤ親殺しか。さっきの奴ら見つけました。本当か。公園前通りにある誤解所です。公園前通りの誤解所だな。分かった。ミユが、ミユが危ないんです。俺、キルさん、俺に何かあったら、あとお願いします。待て、俺が行くまで動く。ダメです、もう時間が。おい、ユウヤ。くそ、このままだとユウヤたちが危ない。公園前通りの。Yeah!
申しません。いらっしゃいませ。もし自分が女だったらって考えたことあります？本当ですか？誰でも一度は考えそうですけどね。じゃあ今考えてみてくださいよ。自分が女だったら何したいですか？着てみたい服があるんですか？いや。なんだ。もし桐生さんがその気なら私のを貸してあげたのに。おいおい。それなんですけど、実はあんまり思いつかないんですよ。なんだと？なんていうか、私の憧れって自分が女だからって部分と切り離せない気がするんです。女だから可愛い同性に惹かれるのかもしれなくて、もし自分が男だったらかっこよくてたくましい男性に憧れてるかも。になることはしません。もし好きになっても胸の内に。なんだと？そんな簡単に割り切れるくらいなら初めから好きになったりしませんよ。それは異性が相手でもな。なるほど。クリスマスか。なんだ。違います。クリスマスなんてカップルの邪魔なだけですから。だからそういうのじゃなくて、私人混みがすっごい苦手なんです。でクリスマスは街中どこも混みまくりですし、お正月も初詣の人でいっぱいでしょ。そうなんですよ。こういう時東京に住んでるのが本当に嫌になります。俺もだ。え、桐生さんも？意外。そうだな。それって例えば。どうだ。沖縄？それってザ・観光地って感じのとこじゃないですか。そ
うかも。綺麗な砂浜がある海辺の家とかまったり暮らせていいかもですね。私、前から気になってることがあるんです。なんだ？男の人って女の子との記念日を全然大事にしないですよね。完全に忘れちゃってる。ん？そんなの当たり前ですよ。私が言ってるのは付き合って何ヶ月とかデート何回目とかそういう記念日。今度のデートは10回目だからちょっと遠出して素敵な場所に行こうとか、そういうのが足りなくて。なるほど。そこが男の人と女の子の違いですよね。そういう細かい気配りができればモテるのに、なんで気にしないんだろう。桐生さんは女心分かってますね。そういう指輪？それってもうプロポーズじゃないか。桐生さん、おいおい。それじゃあ私も何か。ありがとうございます。キリュウさん、ありがとうございます。
おい。
チックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断してるとコースアウトに。恋にボケさに秀樹くんのバトルは終わらない。カズマくんは秀樹くんの投資に青レーンだ。対するは秀樹くんだ。それではレースを開始するぜ。レートではカズマに行け。少し出遅れたか。激しい一騎打ちの勝者となったのはカズマくんだ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。何？
おい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
気が気に入らねえんだよ。やんのか。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは教官は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。それや。
頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた後部組？違う、訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか？ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこら。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？あんた、行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。Ugh!
たかしのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。いらっしゃいませ。かっ飛ばしてやるぜ。
残念だったな。なんだ貴様。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが、力ずくでも。たかしは、たかしはどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、たかしは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京香、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても京香を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。いやーかもしい。死ぬ気か。やめろじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ。やれ。Yeah!
たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。わかったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組み抜けるってか。は、黙りなさい。いいよたかし、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その、ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。お前は極道じゃねえんだ。からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ、いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。Oh!